calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings are cool. Ain't hey, who you talking to, just know I ain't no regular fool. Could be anything in the world, but I could never be cool. Because I head tall like I'm on my tiptoes. Baby, you think a little too small. I got big goals, baby, ain't ready money yet. FIFA, ありがとう。キヨキヨハロー YouTube、あけましてございます。今日いつもいる達也さん、りょうくん、誉くんとかね、来てないんです。わー、これやばいな。でも、素晴らしいメンツとやっぱフットサルしないといけないじゃないですか。もちろん。あの、僕大怪我してるんで。いや、怪我しちゃう。前動画出したじゃないですか、1本目でその、うん、で、そこの後、セカンドハーフピニオン行ったんですよ。すごい医者に見てもらって、うん、もうすごいこと言われた。なんで、大丈夫、なんていうの、筋肉不足。ダッサー筋肉不足もう足や。じゃあ筋肉不足を補ってください。素晴らしい、助っ人の方々をお呼びします。この方々です。お願いします。お願いします。お願いします。まず一人目でございます。自己紹介お願いします。元アビスパ福岡ゴールキーパーの影山隆一です。うわー、元プロ、えぐい、でかっ。自己紹介お願いします。はい、元アビスパ福岡の中村琴です。うわお、あしゃお。今日は YouTube も北斗さんのチャンネルで撮られてるということで、はい、そこらにも僕ら出てますので、そちらの方もぜひチェックしていただけたらなと思います。もう一人お願いいたします。こんにちは、アイアムサッカースクールを福岡でやってます、山形達典と申します。よろしくお願いします。元アビスパで。そうです、元アビスパです。もうプロ3人もうだからアビスパやん、ここほぼアビスパです。全員が違う、2人が違います。ただ5人でもちょっと正直言うともうおっちゃんらがって若いエキスが欲しいということで、この2人も来ております。こんにちは。よっしゃ、自己紹介お願いします。東海大福岡サッカー部の不動俊です。お願いします。東海大福岡サッカー部の店員です。お願いします。かっこいい。一番今日出てもらおう。2交代の2出場では試合行きましょう。ほんまにマジで勝ちましょう。ほんまに福岡来たからさ、取り上げてるやん。そんなほんま負けるとか嫌やねん。今回フリフリフリなんて、フリがする。じゃあみんな行ってきてくれ。いや、行きますわ。最高、よっしゃ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 、背負ってんだよ。点取ろう、点取ろう。おい、上がろう、上がろう。おい、おい、おい、前見てないよ、タンスな。ナイスパス、梅ちゃん、梅ちゃん、梅ちゃん。ナイス、ナイス、梅ちゃん。ナイス、梅
ナイス。ナイス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 ゴールナイスゴール。1対4は満足できないですね。1対4は満足できない。決められてない決められてない決められてない。スコア全部勝ちます。何の話してますか。あなたがね、あなたが2試合目勝ちでいきましょう。よっしゃ行こう。え、よっしゃ行くぞ。ああ、2試合目、え、13番目の選手です。ミニ飛んでるやん。どの位置なんですか。めっちゃ残念。なんでお前一番集中してんの。集中してるの。気も荒れてるやん。点取り返そう。負けてるやん。負けてる状態の時のやん。開いた。ライオン、ライオン、ライオン、危ない。ちょっと決めよう決めよう。ええ、罰走させるぞ。罰走。やめろ。ナイス、何やってる。何やってる。ナイス。ナイス。いけよ。やばい、怖い、殴られる。あー、怖い、殴られる。うわっちょ。おーしゃおーしゃおーしゃ。そういうの、そういうの。バンボー消えない、消えない。ナイスー。あー、消えた。はい、きっちり。どこでどこでどこで。よし。すぐ怪我して出てたね。怪我も怪我も。ナイスです。素晴らしいゲームですね。じゃあ残り勝っていきましょう。勝ちましょう。せーやるけ。さあ行こう。入った。うわあはははは。ちょっと何もできなかった。確かにサッカーバーだろ。
自動車保険ぐらい。やばいな。なるほど、わけわかんない。ガンズマジか。ごめん、ちょっとまだ目どっか行くかもしれん。ほんまに。ごめん、さ、泣いてるから、ごめん。まだあの、いつものやつで目どっか行くかもしれへんねや。大丈夫かな。大丈夫。言うな。え？言うな、あかん。チームメイトの北斗選手が、はい、なんと福岡県でみんなの概念が覆るような豆腐、甘い豆腐とかそのきな粉とか抹茶とか乗った豆腐とかいちご乗った豆腐とか、はい、で豆腐の豆腐に合うソースとか豆腐関係のすっごいめちゃくちゃ豆腐の人やな。僕豆腐好きやし甘いの好きやからほんまに嬉しい。でこれチョコいただきます。なんとこのチョコ、チョコ使ってません。そんなさ、チョコカカオ使ってないってこと。カカオ使ってません。これ僕が調べました。違う違う、言うてたから今いや、言うてないです、言うてないです。ユベントス、ユベントス、サガントス、サガントス、コイントス、コイントス、キッコーマン、キッコーマン、早いな、コーマン、早いえ、チョコやん。いや、チョコやん、絶対チョコやん。いただきます。お前、チョコと豆腐どっちも好きやからあれやん、チョコやん。ほんまにうまい、めっちゃうまい。これ、え、豆腐好きやから、ほんまうまい。チョコやん、これマジでうまい。見てこれ、これは、あのそれ普通のプリンやろ。うん、きな粉と抹茶と寒天とで、大豆だから健康、甘いもん好きやけど控えてる女性とか俺やん、うん、でも豆腐やから。なるほどね、うん、いちごもある。シンプル豆腐、うわー、え、トロトロや、なにこれ。食べてもらう。ありがとうございます。うわ、マジトロトロなんやけど。いいのこれ。メーターエロー、それお前あんまエロとか言うな、こっちの方がエロいですよ。どっちかというとじゃこれがほんまに豆腐の味せえへん、すごいね。めちゃくちゃうまい。普通のチョコ、普通のチョコ、いや、チョコや、チョコ、生チョコや。これチョコ、ほんで使ってへんねん、やばない。え、うまっ、あ、え、待って、100点